イソップ物語、狼の本音。お腹をすかした狼が食べ物を探して歩き回っていると、迷子になってうろついている子羊に出会いました。狼はすぐに食い殺そうと思いましたが、考えてみると、この幼い子供をわけもなく殺すということはあまりにひどいような気がして、さすがの狼もちょっと困りました。そこでしばらく考えた挙句、子羊に向かって、小僧め、去年はお前はわしに失敬なことをしたぞと叱るように言いますと、子羊は恐ろしさに震えながら、おじさん、そりゃ間違いでしょう。だって私は今年生まれたんですもの、と言いました。これには狼も困って、そんなことはどうでもいい。だが小僧、貴様は俺の牧場の草を食べていたじゃないか。と言いますと、子羊は首を振って、いいえ、おじさん。私は生まれてからまだ一遍も草を食べたことがないんですもの。と言いました。狼はまた失敗したので困ったが、そうか。しかし、貴様は俺のところの井戸の水を飲んだだろう。と言いました。すると子羊は、嘘よ、おじさん。私はまだ、母さんの父よりほか何にも飲んだり食べたりしないんですもの。と言いましたので、狼は困ってしまい、とうとう本音を出して、とにかく俺はお前を食べたいのだと言って、いきなり飛びかかって食い殺してしまいました。